こんにちは、黒缶バカのカピバラです。こんにちは、黒缶初心者の霊夢です。さて、今回は、ランクル70ショートを手に入れたらどうやって遊ぶか、について語っていきたいと思いますだぜ。またアクセス数を稼げなさそうなテーマね。うるさいよ。ところで、なんで今頃70のショートなのよ？いや、今映っている新型の70ショートなんだけどな。ご存知の通り、4枚ドアのセミロングは先日から国内販売されたけど、ショートボディのモデルは国内販売されてないじゃない？そうね。ついでに言うと、国内モデルではマニュアルトランスミッションの設定もないわよね。そうだろう。実に嘆かわしいよな。ということで、国内モデルにもショートとマニュアルミッションを復活してほしいという願いを込めて今回のテーマを決めさせてもらったぜ。あなたのショートとマニュアル好きはちょっとした病気よね。うん、まあ、そうかもな。ちなみに今後ろで映っている80のスタンダードも好きと言われれば好きなんだけど、これで黒缶をガリガリやりたいか？と言われればちょっと微妙だし。すでに生産終了したミドルボディが欲しい人は、中古で探すしか手がないからな。だけど、こんな感じでランクルを生産している吉原工場の周りで新型70のショートのフォロワー目撃情報もあるし。俺自身、2022年の11月に、吉原工場内で当時生産していた70のショートのフォロワー目撃していたぜ。海外のどこかの公共機関か何かが、結構多く発注しているとか言ってたかしら。ああ、そんなこと言ってたな。あと、今回ショートのフォロに限定して話を進めたいと思っているのは、70ショートのホロ書には歴代オートマの設定がなかったからだぜ。あら？そうだったかしら？確かショートでも鉄屋根の番モデルにはオートマの設定があったと思うのだが、2004年まで国内で販売されていた70ショートのホロ書にはオートマの設定はないはずだぜ。まあ、確かにフルオープンにできてしまうようなホロ書で快適性や運転の楽さを追求する人なんて存在しないでしょうね。あ、でもマツダのロードスターなんかは約4割のオーナーが AT を選択してたんだっけ？でも、70ホロで快適で楽なツーリングを期待するユーザーはいそうにないけどな。カピバラ道場。70ショートの中でもホロ車ならマニュアルしかないから遊ぶベース車両としては最適というわけね。では具体的にどの年式のモデルを今回は選んで検証してみようと思うのかしら。これなんかいいんじゃないか。これとか言われてもよくわからないんだけど、最初は俺の車でもいいかなと思ったんだけどな。直列5気筒 3.5 リッターの PZJ70 はあまりにも玉数が少ないので、直列6気筒 4.2 リッターの HZJ70 を選択するのがいいんじゃないかなと思ったんだよ。あ、そうか。この変にまだら模様になっている70はあなたの傍聴男さんが持ってた車だったわね。ああ、彼は今はミドルのホロ車に乗り換えているので、この車のボディの後ろ半分がこんな感じで取り外されて、俺の車の後ろ半分のボディとして再利用されることになったけどな。前のボディよりは多少マシになったのかしら。マシになっただろ。まあ、確かに 3.5 リッターよりは 4.2 リッターのモデルの方が多く市場に出回っているわよね。だろ。だから今回のシミュレーションでは、より入手が楽そうな 4.2 リッターの HZJ70 を例に挙げていろいろ考えてみようと思うぜ。今、この車を運転しているのあなたよね？そうだよ。運転した感想はどうなの？これはあくまでも PZJ70 との比較になってしまうんだけど。重いけど扱いやすいって言葉に集約されるかな？重いけど、扱いやすい？そうだよ。今回は性格を期すためにカタログからデータを引っ張ってきてるぜ。サイトや資料によって車両重量が結構まちまちだったみたいね。カタログデータによると HZJ70 の車両重量は 1850kg なのに対して PZJ70 は 1830kg と PZJ の方が 30kg ほど軽い。 30kg と言ったら意外と差がなかったのね。軽いウインチを乗せると並ぶ程度の差だな。だが実際に乗るとその差はもっと大きく感じてしまうってのが現実だ。そう感じる一番の違いはギア比の違いだと思うぜ。これはトランスミッションの一速のギア比の違いなんだが、このように結構大きな違いがある。トランスミッションの一速ってことは、ローのことよね？わずか 0.5 くらいの差なのに、そんなに大きな違いが感じられるの？これをトランスファーのローギア、ファイナルギアなどと掛け合わせた総減速比で比べてみると、38.9 と 34.7 で、4以上もの差となって現れてくるんだぜ。でも改造した車では、50とか60をはるかに超えた総減速比の車もあったりするのよね？そんなに大きな差が感じられるのかしら？PZJ70 はエンストしやすく扱いにくいとされているのに対して、HZJ70 は扱いやすいとされている理由の大きな原因は、エンジンの違いがあると思うぜ。HZJ70 が搭載する 1HZ は、直列6気筒なので、エンジンが120度回転するごとに爆発するのだが、直列5気筒の 1PZ エンジンの方は、144度に1回のサイクルでしか爆発しない。この24度の燃焼サイクルの差がエンジンの粘り強さに大きな差をもたらしていると個人的には思ってるんだぜ。まあ確かに24度も早く燃焼が起こっていたら、エンジンは止まりにくくなるわよね。あと、HZJ70 が重く感じる理由の一つに、第7度でも使われていたトラック用ミッションの H55F があると思うな。
このトランスミッションは、トラックでも使われていただけあってシフトストロークが長いし、操作感がやっぱりトラックなんだよ。だから、99年のマイナーチェンジでは、PZJ70 に乗っていたスポーツカー用のトランスミッションである R151F が乗ることになった。これにより、PZJ は軽量で HZJ は重いというイメージが定着することになったぜ。割とイメージの問題も多かったのね。ああ、それとそれぞれの使い手たちの運転の方法が正反対だったってことも、そのイメージを助長させることになったと思うぜ。使い手たちの乗り方の差って何？カピバラ道場。PZJ70 の代表的な改造は、こんな風になるべく軽量化して、前後でフロックを活用した振り回すような走らせ方であったのに対して、HZJ70 は、豊かなエンジントルクと粘るエンジンに合わせたクローリング主体の低速で這い回るような走りだぜ。これにはもちろん例外もあったんだが、傾向としてはおおむねこういう感じでそれぞれ分かれていて、P 使いが HZJ の能力をフルに引き出せるのか？と言われれば、そんなこともなく、逆に H 使いが PZJ を乗りこなせるのか？と言われれば、難しいんじゃね？という答えになると思うんだよな。意外とそんな違いがあったのね。うん、まあ、だけどこの差は改造で埋めることもできると思うんだけどな。例えば俺の車の場合、あまりにも粘りのない PZJ70 でクローリング主体の走りにしようとしたので、トランスファーのロー側のギア比をノーマルの 1.963 からオートマ用の 2.295 に落としたぜ。これにより、総減速比がノーマルの 34.7 から 40.58 になり、HZJ70 の 38.9 よりわずかながら上回ることになった。ちょっとだけ速くなったのね。だけどまあ、近頃はトランスファーで4倍減速なんて改造もあるので、それに比べると非常にささやかな改善って感じなんだろうな。なお、トランスファーで4倍減速をすると、PZJ70 ですら総減速比が70を超えてくるぜわらわら。すごいさね。ちなみに今映っている HZJ70 も3倍速のローレンジのギアを入れているので、総減速比は60くらいになるぜ。ここら辺の車に乗ってしまうと、自分の PZJ70 が非常に扱いにくく感じてしまうので、俺としては極力それらの車になれないようにしているんだよな。ということもあるので、今回のシミュレーションでは、比較的弾数も多く、扱いやすく、世間一般の評判も良い HZJ70 を使うということにしたいと思いますだぜ。随分、前提が長かったわね。ちなみに、なんで99年以降のフロントコイルになった70ショートのホロや、89年以前の DJ の頃の70ホロは候補に上がらなかったの？まず、フロントコイルになった70ショートのホロなんだけど、これは、絶対的な弾数が少ないんだよな。確かにあまり山で見かけないけど、そんなにいないのね。このモデルは99年以降に生産されたこともあるのでまだ新しいということもあるし、何より四駆ブームや黒缶ブームが終わってはるか後に登場したので、70に乗るユーザーの質も大きく変わった後のモデルなんだよね。まだ、俺らが黒缶を始めた頃は、ランクルで黒缶してみようぜってユーザーも多かったけど、このモデルが登場した頃は、すっかり黒缶も下着になってたし、実際2004年以降、国内でショートホロは絶滅することになるぜ。そこまで少ないと探すのに骨が折れるわね。カピバラ道場。ちなみに、DJ だった頃の70ショートのホロが、今回のシミュレーションの対象外な理由はなぜかしら？程度の良い個体が異常に少ないのと、前後でフロックがついたモデルも極端に少ないというのが理由だな。ああ、当時の70のホロはスタンダードモデルだったけど、当初はオプションでもデフロックの設定がなかったんでしたっけ？そうなんだよね。だから、DJ の頃の70のホロで前後にデフロックがついた車ってのは、後で取り付けたか、もしくはミドルの屋根を取っ払って無理やりホロ車にした車のどちらかしか見たことないんだよな。あなたが昔ライバルとして競い合っていた DJ70 はデフロックがついてなかったのかしら？ついてなかったな。まあ、デフロックなしで走り込みをすれば、間違いなく頭を使うし、基礎ができてないと本当に走れないので上手くなることは間違いないんだけど、デフロックがないことや、ウインチがないってことは、何かあった時のリカバリーができないってことなんで結構遊びに制約があるのも事実なんだよね。そこで今回は、とりあえずデフロックが未装着の可能性が高い DJ 系の採用は控えるって感じでいいかな？とりあえず時間もないことですし、早速本題に入りましょうよ。おう、そうだな。とりあえず入手してくる車は、こんな感じの、ほぼノーマルの HZJ70 ホロでどうかな。年式は平成5年式なので、トヨタマークが今のぶ、バナになってるな。むやみやたらと喧嘩売るのやめなさい。この画像の車はサンプルで拾ってきたものなのでボディは非常に綺麗なんだけど、こうなると車両本体価格が非常に高くなっていることが多いので、極力ボロが目立ったり、錆びて穴が開いているような個体を探してみるぜ。そんな都合の良い個体は出てくるかしら？まあ、できればこんな感じで多少の錆が出ているような個体なら切った貼ったで安く直すことも可能かもしれないし、黒缶とかを始めると多少はボコボコになるかもしれないので、そこは目をつぶるぜ。普通の人はつぶらないわよ。でも、見慣れてきたら、このくらいのボディならバリモンやなと思ってくるから不思議だぜ。無垢な普通の人を地獄に誘うのやめなさい。まあ、冗談抜きで腹下の程度はよく確認して購入しようぜ。特に雪国から出品された個体の中には、リーフスプリングとかの交換可能な部品だけでなく、シャシーがボロボロになっているものも多くある。
さすがにそういう答えは避けた方が無難よね。うん、そこは費用とやる気次第ってところかな。足回りとかなら、多少腐っていても交換する部品があって交換できる人やショップを確保できれば交換すればいいだけだし。ボディとかも、最悪の世界可能だしな。こういう時、無駄に電子化されてない車は費用も安く済むわよね。あと、シャシーとかが多少腐っていたり、割れていたとしても、腕のあるショップなどだったら、綺麗に補強してくれる場合もあるぜ。つまり、多少の詐欺やクラック程度なら、お金さえあれば綺麗に使えるようにしてくれるってことよね。そこら辺は、シャシーがボディと別になっているランクルの長所だったりすると思うぜ。つまりだ、多少ボロでも車両購入価格が安ければ、トータルで乗り始めることについては安くなる可能性もあるってことだな。でもまあさすがに、ここまでひどい車はやめておいた方がいいと思うけどな。地球に帰る一歩手前じゃない。あと、いくら40が好きでも、ここまで詐欺が進行してたら、俺でもさすがに躊躇してしまうぜ。これでエンジンとかが一発でかかったりしたら、逆に驚いてしまうわよね。とりあえず、購入する前は必ず最低でもエンジンの調子は確認しておいた方がいいと思うぜ。ランクルともなると、ボディや外見がいくら綺麗でも、エンジンが下手っていたら修理費が膨大になってしまう可能性がある。それは確かに高くつきそうよね。だから、こんな風にオーナーにエンジンがかかっている状況を動画にして送ってもらえると、未然にトラブルは避けれると思うな。確かに、自分で判断がつかなくても、今ランクルを持っているオーナーなら、こういう動画を見るだけである程度の調子はわかるかもしれないわね。自分で全て、判断する必要はないからな。例えばこの車は30万キロ超の個体だけど、まあ悪くないんじゃない？って感じがするかな。あ、そうか。ランクルなら30万キロ超とかの、一般車なら過走行って言われる車も市場に出る可能性があるわね。特にこの頃のランクルなら、走行距離なんかより、実際の程度の方を重視した方がいいと思うけどな。程度さえ良ければ、50万キロでも100万キロでも乗れる可能性のあるエンジンだと個人的には思っているんだけど。将来的にエンジンが潰れてしまったけどまだまだ乗り続けたいと思う日が来ることを想定して、最初から車選びした方がいいじゃないか？ランクルとかに興味がない人には想像できそうにない考えよね。まあ、その点、HZJ70 の場合はエンジンが多少潰れた程度でもリカバリーは比較的容易だぜ。まず、1HZ の中古エンジンがたまに市場に出てくることがあるぜ。しょっちゅう出てくるわけじゃないし、無駄に高いこともあるので注意が必要なんだが、稀にヤフオクとかに出品されていることもある。また、ランクルマニアの中には予備で保有している人もいたりするな。もし、あなたも予備の 1HZ を購入したとして、こんな風に、自宅のリビングに置いて、オブジェとして鑑賞する傍らで、暇な時間を見つけてオーバーホールするという手もあるよな。あなた、そんなことするわけないじゃない。だいたい、そんな油臭いもの、リビングなんかに置いたら食事がまずくなるし、子供がエンジンで怪我したりしたら大変なことになるわよ。カピバラ道場。冗談で言ってるんだから、いちいちムキになるなよな。あなたが怒らせているんじゃない。中古を買って整備するってのが面倒な人の場合は、海外から新品の 1HZ を購入して組んでいくという手もあるぜ。オーバーホールするより、こっちの方が難しいんじゃない。自分でできない人はショップに丸投げするという手もあるよな。俺も噂で聞いた程度なんだけど、こういうことを得意としてるショップもあるそうなんで、調べてみてもいいかもしれないぜ。あと、1HZ を選択した理由の一つとしては、燃料噴射ポンプ、オルタネーター、パワーステポンプ、エアコンのコンプレッサーなどのリビルト品が比較的安価で入手可能ということもあるな。実際、俺も 1PZ でスターターやオルタネーターなどをリビルト品と交換してるぜ。そこら辺の部品って、1HZ と共通なの？6気筒と5気筒の違いがあるから燃料噴射ポンプは違うけど、他の部品は共通なものが多いぜ。なるほどね。あと、俺が 1HZ の HZJ70 を選択するのには、トランスミッションの問題もあるぜ。HZJ70 で搭載されているミッションは頑丈ということで定評のある H55F が搭載されているのだが、PZJ70 やフロントコイルとなった99年式以降の HZJ71 などで搭載事例のある R151F トランスミッションや、HZJ81V で 1HZ と組んでいたり再販以降の 70K などで搭載された事例のある H150F トランスミッションなどと交換できる可能性が高いからだぜ。もはや新車で搭載事例のないトランスミッションだとしても、海外や他の中古車から部品として取れる可能性があるのは確かに有利になってくるわね。ということで、HZJ70 ショートのホロを選ぶ理由は、マニュアルミッションの設定がほぼ間違いないこと。前後デフロックの装着車が多く出回っていること。比較的、新しい年代の車両が多いこと。エンジンが壊れていても、比較的修理や交換が容易なこと。トランスミッションも他のものも含め、部品調達できる可能性が高いこと。ボディやシャシーがサビなどで腐っていても、比較的根本修理や交換などがしやすいこと。電子制御などは一切ない車なので、故障しにくく、また故障しても素人でも修理が比較的容易なこと。ボディなどの程度が悪い個体なら、比較的安価で出回る可能性があること。エンジンやミッションの設定がクローリングに向いているので、クロカン素人が乗り始めても、比較的操りやすいこと。改造を特にしなくても、ノーマル状態に近い状態でそこそこクロカンが可能なこと。つまり、
トータルで考えると、ランクルの中では比較的、安く遊ぶことが可能なこと。などが挙げられると考えているぜ。でも、ショートはミドルやセミロングの車に比べて、車内が狭いから使いにくいという意見もあるわよ。それでもジムニーや国産ジープなどに比べるとはるかに広い車内と広い荷台、最大積載量を持ってるぜ。まあ、それはそうかもしれないけどさ。いいんだよ、今回は黒缶で使うランクル70を探す。というテーマで考えているんだからさ。実際、70ホロを長く乗った俺としては、キャンプ道具などは比較的体積の小さいものやコンパクトに収納できるものを選べば比較的快適に過ごせると思っているし。70ショートが特に小さくて使いにくい、なんて思ったことはこれまでほとんどないぜ。結局、人なんて贅沢をしようと思えば際限なくわがままを言ってしまう生き物なんで。最初から自分の中で制限を設けておけば、それ以上の快適性や車内の広さなんかはどうでもいいと思うようになると思うんだよな。なるほどわかったわ。では、改造方法はどんな感じでやるのかしら？今映っているこの車みたいに、前後サスペンションをバーンと変えてやって、でかいタイヤを履いて腹下を稼いで、でっかいウインチを乗せて、トランスファーのロー側の減速比も 1.963 から3倍くらいに一気に下げてクローリングマシーンにしてしまうのかしら？しないぜ。え、今なんて言ったの？だから、目立った改造とかは一切しないぜ。なんでよ？せっかく高い黒缶性能を持つ HZJ70 を購入して改造して走れるようにして遊ぶって話してんでしょ？どうせなら、この車くらいにいきなりバーンと派手に改造して、走り回ればいいんじゃないの？そんなありふれた改造とかして面白みはあるのかよ？いや、そっちの方が絶対楽しいでしょ？相変わらず面白みのないことを言うな。車なんて走れないくらいがちょうど面白いだろ？目指すとしたら、この頃の改造だな。この頃って、あなたの車がまだ前後バンパーを外して走っていた頃の動画じゃない？そうだぜ。この頃の改造を一言で言うとだな。そう。この一言に尽きると思うぜ。この頃の改造って、確か前後バンパーを外して、タイヤを750のジープサービスを履いていただけのシンプルなものだったわよね。こんな改造のどこがいいのよ？いやだな、霊夢。マットフラップとサイドステップなんかも取り外しているぜ。そういうことを言ってんじゃないわよ。ちなみに、この頃はサスペンションもほぼほぼノーマルのものを流用していたかな。前後リークスプリングは60の純正品を適当にブレンドしたものなので、反りはほとんどなく、サスストロークのアップもほとんど期待できないものだった。ショックだけはランチョの RS9000 で、ノーマルよりやや長いものと交換してたけど、ストロークは極めて控えめで。今の動画で映っているように、基本的に前後でフロックを使った突撃戦法の走りをしていたんだよな。つまり、もしあなたが今、HZJ70 を購入したとしたら、前後バンパー取り外して軽量化して、足回りはほぼノーマルで、タイヤも比較的小さめなものを履いて突撃するってことなのかしら？ああ、面白そうだろ。いや、全く想像できないわよ。突撃戦法も悪くないんだぜ。だが、今にして思えば、この頃の改造はまだまだちょっと甘かったかもしれないな。なんでよ、やっぱりタイヤが小さすぎるだとか、サスストロークがあまりにも少なすぎるとかかしら？いやいや、左右のドアを取り外してないだよ。なんで、そうなるの？ランクルのドアは片側で約25キロほどあるから、片側を外しただけで、PZJ70 とほぼ同じ車重にできるぜ。まあ、それはそうだろうけど。これまで PZJ70 に乗っていたら、クローリングがしにくいでしょ？って言われたので。意地でも、粘りにくい 1PZ エンジンで粘りまくるドライビングを練習してきたんで、今度は。クローリングが得意で、使いやすいんだけどちょっと重い 1HZ エンジンを使うのであれば、クローリングもいいんだけど突撃戦法しても面白いかもしれないだろ？なんという甘のジャック。ちなみに、軽量化のためにロールケージも取り付けないぜ。ドアもつけずに転倒したら、一発でアウトじゃない？ま、これは半分冗談だけど、極めて楽な地形とかでの反復練習をするときなんかだったら、左右ドアなしのロールケージなしってのもいいかもしれないよな。ふ、あなたと話してると何かと疲れるわよ。うん、あとちょっと思ったんだけど、履いているタイヤは、この時みたいに32インチ程度ではなく、34インチや35インチくらいのやや直径が大きめなタイヤの方がいいかもしれないな。あ、やっと走破性を上げる方向での改造に行こうとしているのね。いやいや、HZJ70 のノーマルでのギア比って、俺の車でトランスファーのロー側を 2.295 に変えた状態のものとほとんど同じって話をさっきしたよな。してたわね。だったら、ノーマルギア比の HZJ70 で35インチくらいの直径のでかいタイヤを履いたら、クローリングが程よく厳しくなるんじゃね？と思ってな。少しでも期待した私がバカでした。PZJ70 より軽量で突撃戦法も可能で、HZJ70 ならではのクローリングも一応可能って夢が広がりそうじゃね？あなたの病気は死ぬまで治りそうにないわね。ちなみに、割れやすいテールレンズは電動ドライバーでワンタッチで外せるようにしておけば、多少手間だけど無駄に高いレンズを割る心配がなくなるぜ。次に、リアのボディの端は、よく地形とぶつけて凹ませてしまうので、このような感じであらかじめ鉄板で補強しておく手もあるんだが、比較的楽な地形で腕を磨く目的で反復練習をしまくる程度なら、ここはぶつけないし、壊さないぜ。ま、それはそうかもね。
次にシュノーケルだけど、これはつけてもつけなくても別に構わないんだけど。ランクルを水害対策として購入することを考えるのであれば、つけておいた方がいい装備だと言えるかもしれないな。あなたはどう思ってるの？個人的にはいらないかな。だけど、こういうこともあり得るので、つけるかつけないかは、あなた次第です。無理やりまとめようとしたわね。とりあえず、今回はランクル70の証拠を手に入れたとしたらどうやって遊ぶか、についていろいろ自分なりに考えてみたがどうだったかい？あなたがなんでこの業界で嫌われてるのかよくわかったわ。いやぁ、褒めてもらうと照れるな。誰も褒めてないわよ。それにしても、相変わらず最近の改造法なんかのセオリーを見事に外しているわね。で、ちょっと質問があるんだけど、タイヤの横幅は幅広なものを履くつもりのシミュレーションだったの？いや、今映っているこの車みたいに、タイヤは幅が狭いなろうタイヤを履いて、あくまで4ナンバー枠のままで遊ぶって前提だぜ。だったら、この動画みたいな V 字工を貼ったら、ボディの左右がボコボコになってしまわないかしら？左右のドアやフェンダーはあらかじめ取り外しておけば、へこみようがないし。こんな風に、ボディの後ろ半分を最初から補強しておくだとか。ボーティーさんの PZJ70 のように、4ミリ厚くらいのごつい鉄板でこんな感じに補強しておけば、ボディより地形の方が先に潰れるぜ。これ、ボディの凹凸に合わせて鉄板を貼り付けているから、ちょっと見た程度だと防弾仕様みたいに補強されてるように見えないのはすごいわよね。ボディの後ろ半分の強化は、フロントヘビーを悪化させない改造だから、これは個人の好みでありなのかもしれないな。ひとまず、今回の動画も21分を超えてきたので、続きはまた別の機会にしようぜ。別の機会って、この妄想シリーズで他に言いたいことあったかしら？ああ、個人的には PTO 応援地についても多少触れたかったんだよな。ああ、あなたそういえば前回の動画で PTO 応援地を買うだのどうだの言ってたわよね。調べてみたら、70の PTO 応援地は、99年のモデルチェンジ、つまり、70系の電装が 24V から 12V になり、フロントサスがリーフからコイルになったタイミングで廃止されたみたいだぜ。70の PTO 応援地って使いにくいから不人気って言われてたみたいだから仕方ないわよね。あ、ちなみに今映っている PTO 応援地は、70用でも DJ の頃の代物だぜ。え、そうなの？これが、PZJ や HZJ になったタイミングで搭載されるようになった PTO 応援地だ。後ろから見るとこんな感じだな。ああ、この応援地はエンジンの動力で駆動するよう作られているんでしたっけ？ああ、だからこんな風に、PTO 応援地を動かすとなると、トランスファーに付く PTO ユニットや操作レバーの他にシャフトまで必要になってくるぜ。つまり、こういう部品も応援地本体以外に必要になってくるというわけなんだな。なるほどな。ちなみに、これは40に搭載されている PTO 応援地と搭載されている画像だぜ。見ていただいてわかる通り、ウエンチの搭載位置も70系のものよりは高く、フェアリードの位置も非常に高くなっている。70ではこのように位置も低く、また前に随分飛び出して使いにくいので、なんとか40までとはいかないまでも使えるようにしてやりたいと思ってるんだよね。できれば、この純正のウエンチベッドを加工して作ったウエンチベッドに乗るくらいにできないかな、と妄想してるんだよな。最大の障壁は何なの？シャフトが通る穴が低い場所にしかないことかな。まあ、これは追って記事を用意していこうと思ってるぜ。まあ、これができるようになれば PZJ70 だけでなく、HZJ70 にも使える PTO 応援地が搭載できるってことですものね。まあ、そういうこったな。いやー、今回も長くなってしまったわね。ひとまずこれで終わりにしましょう。いやー、長かったな。まだ無駄なものを作ってしまった。うるさいわね、ほんじゃ終わるわよ。せーの。また見てね。